Dans le coin bleu, nous accueillons maintenant Alexander Ustinov. This is my recital. I think it's very vital. まだ一人情報が眠っています。冬眠から目覚めたロシアンビッグベアアレクサンダー・ウスティノフがセミファイナルのリングへと歩を進めます。地元フランスのグレゴニー・トニーを強烈ローキックでなぎ倒した1回戦、そこが全く見えないロシアの格闘家層、ナチュラルな肉体的強さと折れないハート、ロシアのクマが眠りから覚め、ゆっくりと大阪へ向かって歩み始めました。 K-1 モスクワ予選からグランプリへ向かってアレクサンダー・ウスティノフ、準決勝のリングに登場です。Dans le coin rouge, merci d'accueillir Alexei Iniashov. Mon no dokubari wa hizageri dake ja nai toyukoto ga wakatta daro. Ichigeki hissatsu no scorpion.顔色一つ変えずにチェコの巨頭を左ハイキック一戦倒しての準決勝進出です。常に冷静沈着、しかし青く澄んだ瞳の奥に潜むは冷たい殺意、隙あらば敵の喉元に毒針を突き立てるチャンスを伺っています。スコーピオンの瞳はすでに大阪に向けられているのか。アレクセイ・イグナショフです。Il vient toujours de Russie, il a 26 ans. Je vous rappelle sa carte de visite, 1m98, 122 kg, 19 combats, un de plus, 15 victoires, dont 12 par KO, 4 défaites. Alexander Ustinov! 決勝に進むのは果たしてどちらか。青コーナー、アレクサンダー・ウスティノフ。ここで止まるわけにはいきません。アレクセイ・イグナショフ、さあ準決勝、アレクセイ・イグナショフ対アレクサンダー・ウスティノフ、ベラルーシとそしてロシアの対戦ということになりました。非常に選手層底の見えないロシア勢、その中でこのウスティノフ、まだ強豪が眠っていました。準決勝ファイナリストになるのは果たしてどちらの選手か。共に笑顔を浮かべながら両コーナーに散っていきました。さあ2001年のグランプリベスト4ファイターのイグナショフ、ここで歩みを止めるわけにはいきません。準決勝、アレクセイ・イグナショフ対アレクサンダー・ウスティノフの対戦です。これでもしかしたら本当は事実の決勝戦ぐらいの、そうですかね、高度な戦いになるかもしれませんね。右側、2001年にはグランプリベスト3になりましたアレクセイ・イグナショフ、一方左側、アレクサンダー・ウスティノフ、ロシアからの参戦です。1回戦目にかけてこのウスティノフは強いですね。この強さというのはどういうところにありますか。やっぱりあの持って生まれた骨格というかですね、はい、ロシア独特のロシア人独特 の, その肉体の強さを感じますよね、はい、何かこうガシガシと、はい、一発一発が重いですね。なんか効きそうにないんですもんね。打ち込んでも打ち込んでもひるまない感じですね、はい、横蹴りを見せましたイグナショフ。1回戦はイグナショフ左のハイキック一発切り出したのが当たりました、うん、狙ってましたかね。狙ってましたね。で この試合もなんかイグナショフは考えてくると思うんですが、まずはボクシングですね。静かなスタートですね。左のジャブ、右のミドル、よく出るようになりましたね。このジャブが非常に速くなりましたアレクセイ・イグナショフです。右のローキック、
同じようにジャブを放ってくるウスティノフ、まあ東欧圏ではですね、イナショクはもうスーパースターですから、そうみたいですね。ウスティノフはこの左のキック、いい感じです、読んでいました、強さを分かってると思うんですけどね、はい、いきなり出してきましたね。そうですね、序盤から左のハイキックを出しました、これが何かの布石になっているのか。第1ラウンド1分30秒半分を過ぎました。これだけの、ね、骨格をしていると、はい、結局ローキックにしてもミドルキックにしても手にブロックされたら痛めそうな感じもありますね。また左のハイキック、体を右に倒して打ってきました。右のショットです。1回戦を勝ち上がってこの準決勝に進んできた両者ですが、谷川さん、両者のこうダメージというのはどうですか。いや、スノフに関しては全く感じませんよ、ね。はい、イグナショフはですね、1回戦非常に激しい試合だったんで、はい、まあ、相手もパベルマイヤーって強敵ですから、まあ、体力的にっていうかですね、精神的にはかなり疲れてると思うんですけど。そうですか、はい、そのあたりが影響があるでしょうか。準決勝、左のフック引っ掛けていくイグナショフ。ウスティノフはここまでは非常に落ち着いています。落ち着いてますね。ただあの強烈な、ね、前に前に出てくる攻撃がまだないので、いつ切り替えてくるのか。左を引っ掛けて、そしてジャブ。ウスティノフ残り30秒になりました。第1ラウンド1回戦でカットしました左の前尻から血がまた滴り落ちてきました。ウスティノフです。狭い中で前蹴りを放ってきます。イグナショフ左の奥から右のローはイグナショフです。また横蹴り、イグナショフはインサイドワークを使ってきましたね。1回戦とは違う。そうですね、左の奥、イグナショフショートレンジから放ってくる右のストレートから左ローを返していきました。テクニック的で、体力的にはまあ向こうが上だったけど、テクニック的に翻弄してますね。第1ラウンドの3分間、ややこの出血が目立ちます。ウスティノフです。1回戦を共にノックアウト勝利で準決勝に進んできました。こちらがアレクセイ・イグナショフ。2001年にはベスト4まで進出してきました。一方のウスティノフもローキックで1回戦グレゴニー・トニーを倒しています。何かこう大きな像をなぎ倒したようなそんな蹴りでした。第1ラウンドにそのイグナショフ左のハイキックを2発見せました。鋭い蹴りですよね、相変わらず。そうですね、まあ、完全に捉えることはできませんでしたが、その後ボクシングテクニックでまた左の眉尻、1回戦でカットしたこのウスティノフの前尻から出血を見ています。今のね、パンチの後のウスティノフの目はすごいですよね。そうですか、うん、さあ静かな第1ラウンドから第2ラウンドどう展開していくのか。祈りを捧げます。アレクセイ・イグナショフ、第2ラウンドに入りました。セミファイナル、イグナショフ対ウスティノフ。左のジャブで出ていきます。速いジャブはイグナショフ。ウスティノフもじわりじわりと間合いを詰めたいわけです。右のミドル、ガン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 行きたいでしょうね。で決め手としては、まあ、1回戦はパベルマイヤーをローキックですね、イグナショフのハイキック、そしてグレゴニートニーをウスティノフがローキックで倒しました、はい、やっぱり同じじゃないですかね、はい、イグナショフはやっぱりローキックにですね、はい、弱いところがありますから、そのあたりの情報入ってるんですね。そうですね。で逆に言うと、ウスティノフは顔じゃないと倒れない。そうですね。引くのはやはりテンプル、そのあたりかもしれません。そうですね。まあイグナショフはですね、その一昨年前のグランプリで負けたのはやっぱりフィロのローキックだったんですよね。はい、フィロとニコラスのローキックがたまって、負けてしまったというのは。まあ、ローキックの多い選手にはやはりちょっと弱い部分があると本人も話していました、はい、しかし武器があります。毒針は何本でもあります。ハイキックを再三出していく。そして今日は速い左のジャブ。身長ですよ。だけど言いましょうかですね、それだけ後ろの方が強いんだと思うんですけど、それとちょっと息が上がってきたようにも見えますが、この第2ラウンドやっぱり、ね、1回戦であれだけの戦いをしているのでかなり精神的にですね疲れてると思うんですよね。肉体的な疲れよりも心の部分の方が大きいですね、はい、そうですね、やっぱり集中力はあれだけガッと固めましたから、はい、そこで集中が切れないことをイグナショフサイドは祈っているでしょう。今イグナショフのガードの上からでもちょっとイグナショフ揺れましたね、かなりの圧力です。はい、ウスティノ相手をじっと見据えて前を詰めます。左のジャブはイグナショフ、ジャブを放ってきます。右のストレートいきなり、しかしワンツーで返していった。左を返す、この
に一歩も譲りません。押しの気が強いですね。相手に打たれた、その分倍返し、うん、アレクセイ・ビナショフ対アレクサンダー・ウスピノフ。残り45秒第2ラウンド、また出血がちょっと激しくなりました。青いトランクスのアレクサンダー・ウスピノフ、向こう側アレクセイ・イグナショフ、もうおなじみの選手です。ウスノフはもうちょっとね強引に行った方がいいと思うんですけどね。イグナショフをかく乱するんだったら結構テクニック的に、対抗しようとしますよね、はい、ウスノフ。で今回はイグナショフがかなり慎重になってますから、これやっぱり一発があると思ってますよね。イグナショフ25歳、ウスピノフ26歳、何かこうこれから伸びしろがたくさんある、そんな感じのする2人です。第2ラウンドも残り10秒、さあ前を詰めた、左のミドル、ウスピノフの左のミドル、その前のボディが良かったですね。パンチパンチから左のコンビネーションでした。ここで第2ラウンド終了です。さあ第3ラウンド、ファイナルラウンドまでもつれ込みます。準決勝、イグナショフ対ウスピノフ。出血はあるものの、その闘志まだ衰えていません。アレクサンダー・ウスピノフ、こちらイグナショフはウスピノフのプレッシャーの前にややたじろぐようなシーンもありました。相当なこれウスピノフのプレッシャーなんでしょう ね、 そうですね。でハイキックは読まれています。このハイを読まれている、そこから先イグナショフはどう攻めていきますか。いやでも打っていくことは大切だと思いますけどね。全然目が知らないんですよね。ここでパンチ打たれたりとかですね。受け止めてますからね。受け止めてますからね。熱戦を送っています。パリエルシースタジアム超満員です。今日もよく入りました。いよいよこれからファイナルラウンドです。準決勝、アレクセイ・イグナショフ対アレクサンダー・ウスティノフ、第3ラウンド、ファイナルラウンドに入りました。ワンツー、イグナショフ、はい、まだ大きな差は2人ともついてないと思うんですよね。そうですか、果たしてどちらに点が入るのか、それとも一発で決めるのか、共に1回戦はノックアウト勝利で勝ち上がってきています。この両者印象的にはイグナショフの方がいいですけどね。右のハイキック、ウスティノフ、ブルーのトランクスがロシアのウスティノフ、赤いトランクスがベラルーシのイグナショフ。まあイグナショフに聞きますと、自分もほとんどロシア人だからロシア人同士準決勝戦いたいななんていうふうに、まあ、余裕では話していたんですが、もうそれどころではありません。なんとしてもね決勝まで勝ち上がらないとね。日本行きをかけたチケット1枚しか用意されておりません。イグナショフはね本当に予選から出てきましたからね。そうなんですね。2001年にはグランプリ決勝トーナメントの第3位に輝いています。そのイグナショフですらここヨーロッパ予選から勝っていかなければ日本へはいけません。左のジャブ強烈、ものすごい投手と投手のぶつかり合いになっています。全く両者折れない心を持った両者がぶつかり合うような形になりました。この準決勝、前蹴りイグナショフ、ウスティノフもこの全く壊れそうにない岩のような体を揺さぶって前に出ていく。右のハイ、これは力がない。左のハイを受けて右のロー、イグナショフです。小野戦というかですね、相手に攻撃を出させて、イグナショフはカウンターかわいそうとしてますよね。そういう戦法ですね。一つ変えましょう。さあ詰めていく、ミドルを返していく、ミドルの打ち合い、そしてハイ、イグナショフ。ちょっとイグナショフも疲れてますね。今の打ち方を見るとそうですか。一発にかけるのか、ポイントでは果たして差がついているのかどうか。基本的にはね、イグナショフの方がね混合してる部分があるんですけど、ファイナルラウンドも残り1分をすでに切っています。中で大きく息をする、この前蹴り横蹴りですね。あれこの前蹴り横蹴りですよ。前に出てきますから、イグナショフその中でも蹴りを放ってきます。はい、残り45秒、右のハイキック、これはカットしています。左のフック、これも空を切った、ウスティノフ。同時にカウンターでゴー落としましたね。右のストレート、これもかわしていきます。ステップでかわしたイグナショフ。中坂さん、はい、佐野さん、右のオフサイドはねもう最後前に行け前に行け、どんどん行けとかなり激しく言ってますね。さあそのセコンドの言葉に前に出られるか、もうすでに30秒は切っています。ファイナルラウンドも刻一刻と時間がなくなる。しかし逆に前に出ていくのは、右ストレート、左フック、イグナショフも最後渾身の左、はい、しかし倒れません。
ガードの上からでは倒れないウスティノフ、肉体的な強さがあります。力的には翻弄しますよね。ここで終了です。グラブを最後合わせました両者。両手を上げたのはイグナショフ、しかしウスティノフも自信に満ちた表情で青コーナーに帰りました。準決勝イグナショフ対ウスティノフは判定です。どちらが決勝にたどり着くのか、このサバイバルトーナメント準決勝、谷川さんはどちらに。やっぱりテクニック的にはね、やっぱりイグナショフの方が構成点が多かったと思うんですけども、やっぱりこうなんていうんですかね、まだ得体の知れないウスティノフのをもう慎重に怪物退治したって感じがしますよね。何か不気味な存在、はい、アレクサンダー・ウスティノフ、去年一昨年のベスト4イグナショフはここで止まるわけにはいきません。ただね、本当に決定的な差はついてないですよね。そうなんですね、はい、いずれにしても僅差でしょう。さあ果たして決勝に進むのはどちらの選手か、赤イグナショフか、青ウスティノフか。決勝進出はイグナショフです。右手を苦しみながらですね、苦しみながらも右手を上げられた時に一つ小さくうなずきました。アレクセイ・イグナショフがなんとか僅差ながらアレクサンダー・ウスティノフロシアを下してファイナリスト決勝進出を決めました。